はい、こんにちは、ザツです。今ですね、9時42分です。南千歳駅にいまして、これから新日本海フェリーに乗って関西まで戻ろうというとこです。なんでこんな時間かっていうとですね、好天でですね、かなりダイヤに乱れが出ているということでした。本来であれば苫小牧東港を夜の11時30分に出港して、翌夜の8時30分に敦賀に到着するという便なんですけども、今回は12時間ほどずれまして、昼前に出港になるそうです。こういうパターンも珍しいですので、無理してでもちょっと乗ってみようということであります。それでは行きましょう。レッツラゴー。はい、バスが到着しましたんで乗ります。はい、それでは出発しました。だいたい45分ぐらいで着くみたいです。料金は1020円で行けます。今日はですね、神さんを誘ったんですけど、来てくんなかったんで、身代わりにこれコカ・コーラと一緒に旅をしていきますということで、今日もよろしくお願いします。今回はですね、出張の帰りということで、本来なら土曜日の夜に出て日曜日の夜に着く予定だったんですけども、予定がずれまして日曜の昼に出て月曜の昼に着くという行程になりましたので、月曜日ですね、仕事をちょっと休暇を取ってますという流れになります。ただですね、新日本海フェリーの昼出港というのは結構珍しいことだと思いますんで、しかも新造船浜遊号ですかに乗っていくと、デラックスルーム最上級クラスということで非常に楽しみにしてます。新日本海フェリーの甲板が見えてきましたね。もうちょっとみたいです。浜遊号が見えました。あいにくの雨ですけどね。ただ派遣してもらいましょうかね。ちょっと電波障害の影響で今ちょっと乗船券が今出せない状態になってまして。あら、そうですか。そうなんですよ。どうしようかな。ちょっと今別の形で今乗船券の方を今ちょっと用意しますんで。あ、すいません。よろしくお願いします。大丈夫です。ちょっと外観見ていきましょうか。ちょっといろいろ問題があって、なんかあるみたいですね。大きいですね。全長が 222.5m だそうです。速力が 28.3kmノット。速いですね。どんぐらいか分かります？約 53km 毎時なんですけども、大型船はこんだけ出す船は、その他新日本海フェリーの高速船ぐらいしかないですね。とにかく速い。あとはですね、軍艦とか先週のとこがですね、垂直ステムという方式を取ってまして、前側に張り出してないです。バルバスバウとは違う形になってるそうです。これはですね、小笠原丸とか、新日本海フェリーも浜遊号とアザレアですだったかな、アザレア号かなんかで使ってるそうです。ほら、まっすぐ絶壁になってるでしょ。これ珍しいですよ。タイタニック号とかそういう形の、船首になってます。ちょっとですね、クッキングパパの顎みたいな感じに見えないこともないですけどね。これ言うと怒られちゃうかな。まあとにかく大きいですわ。で、普通新日本海フェリーの
津軽港行きというと夜出て夜到着するということで、外から外観こうやって見ることは珍しいんですけど、私もこうやって見るの初めてですね。ということで写真撮っていこうと思います。これがですね、東京九州フェリーに就航する予定の船です。7月から就航するそうです。で、今はですね、新日本海フェリーで不足分の船の補うという形を取ってるみたいです。ということで、あの珍しい運航なので、もう多分ですね、次この船に出会うときは東京九州フェリーじゃないかと思いますんで、それでは乗っていきましょう。楽しみにしてます。ちょっとまだ発見できてないんですけれども、2階に行きましょうか。はい、中に入っていきます。廊下がちょっと長いですね。すいません、1番なんですけど、はい、6階になりますね。ルームキー、これで開くんです。開かないですね。開かない。はい、案内して貼ってます。あ、すいません、お部屋最上階6階でございます。はい、階段でもいいですか。すいません。ホールが意外とこじんまりしてますね。お風呂は入ってきます。今日はデラックスの一番のお部屋、楽しみです。書いてない。はい、到着しました。明るい、めっちゃ明るい。はい、お部屋の方紹介していきます。到着しました。まずですね、入ってすぐにロッカーがあります。こちらが絵文掛け4つ、まあ、2人部屋なんでね、2本ずつ。あと編入受け紙の方があります。で、使い捨てのスリッパが2足。お部屋の方が広いです。めちゃ高級感ありますね。ちょっと阪急フェリーのスイートに比べてはちょっと黒い木が使われていると、ちょっと高級感ありますね。で、テレビが大きくて40インチですね、があります。めちゃ綺麗ですよ。テカテカです。で、おそらくここ冷蔵庫がついてます。ハイアール冷凍庫もついてますね。これ便利ですね。あら。で、ソファーがあると。普通のソファーですね。普通のソファーっぽいです。で、こういう風に座って外を眺められると、素晴らしくないですか。普通あの夜なんですけど、出航が今回昼なんで、なかなか楽しめそうです。で、ベランダがあると。これは阪急フェリーとは違う仕様ですね。開く。おドアが重たい。屋根がないので、すごいな。そこんとこにもう海が相当荒れてますね、のが見えます。お部屋は広いと。あとですね、こちらお風呂がついてます。お風呂がありますよ。よいしょ。ドアは軽めだな。トイレとお風呂がついてます。トイレは、シャワー付きのトイレですね。お風呂はまあまあ広いじゃないですか。ユニットバスぐらい、大人一人分入れそうな感じですね。
あとちょっと最新式のなんかちょっと使いたくなるような、おボタン式なんだ、これ面白いですね。あとシャンプー、コンディショナー、ボディーソープがついてます。ハンドウォッシュもこちら、あと歯ブラシがあると、ヒゲ剃りの電源もこちらですね。タオルと、あタオルとバスタオルの類はこちらになりますという状況です。で寝巻きの方がこちらですね、と布団がふかふかですよ。シングルベッドですね。で頭の方のセンサーを USB です。あと 100V のコンセント、調光がありますね。こちら調光になってます、読書とオンオフ、 BGM、 あ音ですね。で部屋の室内灯、これどこがついてんだ、足元、あ足元ランプか、寝るとき使いましょうねですね。あとお部屋と、ミラーランプが、つけたい消したいできるという状況になってます。なかなか面白いですね。あで給湯セットがありました、今気がつきました。ケトルとドライヤーがこちらにありますね。あとネスカフェのゴールドブレンド、日東紅茶とクリープがついてます。あとでゆっくり飲もうかな、揺れそうなんですよね今日。で伊藤園の煎茶が4つもありますよ、結構飲みますねという感じです。まあ今日はですね、ほろよいちゃんとコーラくんと、旅してますんで一緒に行きたいと思います。それではで、まあいろんな人がレビューしてたんですけども、ルームキーがこちらの QR コードなんですよ。でちょっと変わってますね、カードキーでも何でもなくてという形になってます。面白いですね、新しい試みだと思います。ちょっとお風呂の方行きましょうかね。ただいま出港しましたね。なかなか大しけみたいですね、ちょっと困ったな。お昼ご飯やってんのかな、ちょっと見に行きましょうか、出港したんで。ぐるっと湾内で展開して、揺れ始める前にいろいろ終わらしときたいですね。あんま食べ過ぎると気持ち悪くなっちゃうからな。ということで行きましょう。ルームがあります。今は使えないと。後部看板も照れなそうですね。お客さんは非常に少なめです今日。阪急フリーにかなり似た形してますよね。まあ設計が同じだということなんで、まだ出航1ヶ月ぐらいですからピカピカです。今11時32分よいしょ、ということで12時から空きそうですね。お昼ご飯なんか食べようかな。
ついてます。あ、カップヌードルの自販機ありましたね。よかった。お湯があって、あとお茶のラインナップはこんな感じ。コーヒー、ジュース、アルコールの類ですね。という状況です。お部屋に戻りましょうか。戻ってきました。なかなか予約取れないなと思ってたら、デラックスルームって2室しかないんですね。これは取れませんわ。なるほど。ということで雨が止んだかな。でも多分大波だと思うんで大変だと思いますんで、それではゆっくりしてみます。12時からご飯が食べれるのかちょっとわからないですけど、まあほどほどに休んどきます。それではエアコンはお部屋ごとに自由に調整できます。ちょっと暑いんでちょっと下げときましょうかという形です。ゆっくりします。今放送がありまして、ランチタイム始まったみたいなんですけど、まあまあ外見に出てきてですね、揺れが出てきてます。ふわふわしてます。ちょっとご飯食べるかどうか悩むんですけど、行ってみましょうか。ということでお昼に向かいます。めっちゃうねってますよ。すごいな。めっちゃうねってますけどご飯食べ行きます。鍵は忘れずに、よいしょ。外見えてるといいんですけど、外が見えてないとただのフリーフォール。何にしようかなというとこですね。あ、ランチメニューって書いてあるわ。モーニング、ランチ、ディナー。ということはランチはこれだけ。じゃあタレカツ丼、新潟なんだ。スープ付き定食行こうか。ザンギ定食。私はやってます、はい、どこでも。メニューがザンギ定食。ザンギ定食いいな。カレーもちょっと捨てがたい。刺身もある。おろしそば、よし。じゃあがっつり行こう。やっぱり行きます。かけそばなんか400円なんだ、安い。船の感じがこんな感じ。めっちゃ売れてます。でも食べます。
っちゃいい匂いします。お味噌汁がついてると。ザンギっていうのは北海道の唐揚げなのかな。ちょっと間違えてたらごめんなさい。いただきます。6階に来ました。波めっちゃ出てますね。共用部がかなり広く取ってあります。これはキッズルーム、ただ今は影響で使えないと。一番前のお部屋もダメなんだろうな、きっと。フォワードサロンも現在使えないと。残念。はい、お風呂の方に入ってきました。この船ですね、露天風呂があります。形状ちょっと違うんですけども、ファンキーフリーの露天風呂とよく似てます。ちょっとお部屋の方へ戻ります。はい、お部屋へ戻りました。まあまあ揺れてますね。これぐらいの上だったら太平洋側とそんな変わんないんじゃないかな、多分ね、と思います。お部屋のインフォメーションでこんなん見れたんですね。なかなか便利ですね、お部屋にテレビがあると。航路が載ってるんですけど、結構揺れてるんですけど、今出たばっかなんでまだ全然ですね。太平洋側になるんかな、ここは。だから揺れてんのかちょっとわからないですけど、まだこんなもんですよ。はい、今3時8分になりました。ちょっと今は寝てまして、で起きて穏やかだなと思って、で見てみたら青森県の北の方に、いると。
まだまだ旅始まったばっかですね。でトータルで考えると20時間ほどの運行になると。でこれから日本海側に行って敦賀の方に向かってますということです。ということで、また揺れ始めるのかな、ちょっと状況を見て楽しんでいきます。それではお茶をですねちょっといただきたいと思います。まあ伊藤園のよくある緑茶なんですけどもついてます。で今ですね青森県のちょうど湾内にいるっていうかな、もうちょっとで青函トンネルのとこの近くにいると。でここら辺って全然波がないんですね。波ないけどめっちゃ風強いんですが、まあ、風は多分速力はそこそこ出てるからだと思うんですけども、なかなかゆっくりとのんびりと航行しているような感じです。船も結構多いと思うんですけどね。ただ今日漁船が全然いないんかな。ここでですねちょっとですねこの船の特徴についてお話ししたいです。この船は速力 28.3 ノット出るわけなんですけども、形状として垂直ステムというのを採用してます。バルバスバウという形状がありまして、まあ最初に戦艦ヤマトと戦艦武蔵で採用したということは知られてます。でこの垂直ステムは昔からありまして、まっすぐ垂直に船首が立っていると。で水の中も球状になってなくて、バルバスバウは球状のちょっとやらしい突起物が出てるんですけども、それがなくて普通の船の形状してます。でこれはどうしてかというと、水を切り裂く運動になるみたいです。流体力学的な話ですね。わかったコカコーラ君。それで水を切り裂いて進むために、この浜融合は船体の幅が狭いです。でバルバスバウの特徴として、幅広い船体を安定させるという能力があるみたいです。ので横幅に広い戦艦なんかによく使われたと。空母なんかも有効ですね。あと最近のイージス艦なんかも使われてます。まあというか世界の艦船のほとんどがバルバスバウを使ってるという形になるみたいです。最近で言うと小笠原丸で久しぶりに垂直ステムというのが採用されてですね、結構話題になったみたいです。この船にも採用されたと。もう一つ、新日本海フェリーは3年ほど前にラベンダーだったかなという船出てると思うんですけども、その船にも垂直ステム採用されてるはずです。ということでですね、この船の特徴、一番最大の特徴と言われる垂直ステムの方はそんな感じになってます。少しマニアックな話なんですけど、ちょっと考えると面白い見方できますよね。船ってそうだ、垂直ステムのちょっと利点は言ったんですけど、欠点としては波に影響されやすいそうです。かなりなので、もし荒波とかいう場合はバルバスバーの船の方が有効みたいなことを言ってました。ということで以上です。古いちゃんとコカコーラ君は分かりましたか？それではゆっくりしたいと思います。というよりちょっと寝て起きたんですけど、まだこんなとこなんですね。まだまだ先長いですよ。かなりこれから日本海側に出てどれぐらい揺れるのかというとこですね。昔乗った時は全然揺れなくてかなりなぎだったんですけど、今日は低気圧の影響で結構揺れると言ってますんで、まあどんなもんかとちょっと測っていこうと思います。それではゆっくりしてます。このお部屋はちょっと使ってて思ったんですけど、コンセントが少ないんですよ。頭のとこに2つあって、もう1つがこのデスクのとこにあるんですけど、それ以外なくてですね、もしですね2人で使う場合ちょっと少ないんで、タップを持ってきた方がいいんじゃないかなと思います。私今回大丈夫だなと思って持ってこなかったんですけど、意外と不便ですよ、ないと。ちょっとそれ以外探しても見当たらなかったんで、これは意外と不便だぞと思いながら今使ってますという感じです。山が見えてんな、すごく綺麗。日中こんな眺めを見ながらのんびり
過ごせることなんかあんまないですもんね。素晴らしいですよ。本当今日は運がいいです。だいぶ最初揺れましたけどね、揺れたけど運がいいです。もうこれからは多分揺れないと思いますんで。今3時46分なんですけど、あとまた3時間もすると夕ご飯の時間になっちゃうんですね。ちょっとあんまり動いてなくてお腹空いてないんですけど、どうしようかな。夜またレストランで食べるの楽しみしてます。それでは、今ですね25ノット26ノットぐらい出てる感じですね。という感じでちょっと揺れ始めてきたんで、また様子を見たいと思います。日本海側に出てきて波が結構しんどくなってます。映像に撮れるかな。これはちょっとすごいですね。久々にこんな感じです。多分太平洋側も何回かこんなことあったんでしょうけど、私寝てたりしてあんま気づかなかったんですけどね。海のうねりが今日すごいですよ。なかなか横になってたらそうでもないんで、こういう時は横になって気にしないようにしてます。波が目に見えるって本当すごいですね。ということで、あと1時間もすると夕ご飯な気がするんですけど、どうなんだろう。あまり動いてないからお腹空いてないんですよね。ちょっと状況を見てまた判断して夕ご飯食べ行きます。多分でもその頃にはお腹空かせてなんか食べるんでしょうけど。ということで、おー今めっちゃ揺り返しが、ちょっと奥の海の状況見えますかね。すごいですよ、うねってて。そう、かなりふわふわしてます。ひょえー、はい、今6時過ぎまして、6時15分ぐらい、16分ですね。夕ご飯の用意ができたということなんで、レストランオープンしてますよということなんで、この波の中ですけどちょっとご飯食べ行こうと思います。あのお昼結構食べたんであんまりお腹空いてないんですけど、せっかくなんで食べ行きますね。それでは向かいます。ちょっとですね、レストランまで行ったんですけど、さすがにちょっとやめようかなって感じになりました。食べたそばからすぐ戻しそうだったんで、ちょっとですね今日はゆっくり休んで明日の朝ごはんちゃんと食べたいと思います。結構お腹いっぱいです、すみません。それでは、はい、今ですね21時20分になりました。秋田県沖を航行中です。もう真っ暗ですね外は。で、揺れも青森県沖を航行してた時に比べれば全然揺れてない感じです。スピードもかなり乗ってて、今、28ノットぐらい出てるんじゃないかな。ちょっと外映したいんですけど真っ暗で、風もですね吹き荒れててすごいです。今実際には50キロぐらいで航行してるはずなんで、ビュー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 吹き荒れてます。ということで、もうそろそろ寝ようと思います。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね7時15分です。浜友号はですね金沢沖合を、石川県ですね、石川県の沖合を航行中です。どんな感じかっていうと、めっちゃ晴れてます。太陽はちょっと見えないかな。しかしながらすごい風ですね。波もちょっと荒立ってるんですけど、昨日ほどではないです。昨日はすごい船が飛んでたんで、それがマシですね。と朝ごはんが8時からなんで、8時にご飯食べ行こうと思います。10時半に敦賀に到着ということだったんですけど、ちょっと早くなりそうな気するけどな。一晩でこんだけ進んだんですね、すごいですね。すごい早いですよこの船。ご飯を食べてもうすぐ対戦の用意をしようと思います。ちょっと船内はあんまり歩くとこないんでね、できる限りこのお部屋に感じになってしまうんですけども、もうちょっとしたら朝ごはんに向かいます。
それではちょっと昨日の夜から何も食べてないんでね、せめて飲み物だけでも買いに行こうと思います。お、まだ消灯の時間中ですね。戻ってまいりました。今日はジョージアのエメラルドマウンテン、ちょっとコーラ君とホルユちゃんも並べて置いておきましょう。コーラ君はコーラ君だもんな。実はホルユちゃんは飲むために買ったんですけど、結局本当一緒に旅をする形になりました。やっぱ頭には糖分が必要ですね。で、外はこんな感じの眺めです。風が強くてカメラがめっちゃ揺れてますね。これ多分波が強くて使い物にならないような気がするんで、もし使い物になるんだったら動画に載せます。楽しみにしといてください。結構湾岸沿いになんですけど、県外です。ほとんどが県外でした。今回のここ石川に入っても県外なので、湾まで多分敦賀の湾に入っていかないとダメな感じがします。そう考えるとビジネス向きかっていうと結構ビジネス向きではないですね。瀬戸内航路の方は結構つながってるんですけど、こっちはあまりつながってないんで、さてどうしたものかという感じがします。ということで、あと30分もしたら朝ごはんなんで、朝ごはんを食べに行こうと思います。もうほんと敦賀のすぐ目の前ですね。夕ご飯食べれなかったんでちゃんと食べますよ。三道岬沖だそうです。朝食の用意ができたということなんで向かいたいと思います。ちょっとベランダ出てみましょうか、せっかくなんで。こんな感じです。すごいですよ外。戦況がすぐそこにあるんです。現在この船で、横から見れるのはこの部屋しかないです。揺れもまあ穏やかになってきましたね。よかったです。はい、それでは朝食に行ってこようと思います。コーラ君、ホロイちゃん、行ってきます。昨日の夜は食べれなかったんで、今日はがっつりと行こうと思います。これでまた気持ち悪くなったら面白いですけどね。この吹き抜けですよ、なかなかすごい。外出れるようになってました。おお、これはすごいぞ。デッキ広い、めっちゃ気持ちがいいです。船体が揺れてるのが分かりますね。あちらが石川県。もう能登半島ですね。こちら見えてますね。
東京九州フェリーは太平洋を航行する予定なので、まあこれぐらい揺れるのは普通なんでしょうね。ということで朝ごはんを食べます。どっから入ってきたっけ。あ、こっちか。和食プレートが920円、洋食プレートが920円、朝カレーと朝カレーセットが600円のモーニングセットが570円です。ドリンクでいうとドリンクバーが300円のコーヒーが200円ですね。あと単品があったりします。パンだけでもあるんだ。パン一個頼んでみようかな。失礼いたします。あ、はい、はい、すいません、パンちょっと追加で注文しちゃったんですけど、いいです。はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ドレッシングはごま醤油ついてます。船のカレーってなんでこんな美味しいんでしょうね。これ美味しいですね。めっちゃコクがあります。パンも頼んでみました。サバでした。お疲れ様です。どうも。レシートが出てる。ちょっと外に出てみましょうか。風は全然、まあ正面見れないんでだと思うんですけど、風は全然ないですね。多分こっから前に顔を出すと大変なことになると思います。時速50キロぐらいで航行中です。まあ、長い船旅だったんですけども、まあ、半分以上寝てたってのもあるんですけど、あっちまですね。晴れてよかったです。最後の方は本当に波はずっと高かったんですけど、まあ、最後は終わり良ければっていう感じですか。めちゃくちゃ晴れてます。天気ですよ。
10時半到着ということで、あと2時間ぐらいあるんですね。本当かな。なのでもうちょっとお部屋の方でゆっくりしたいと思います。ちょっとあんまりやんちゃしてるとまた酔っちゃうんでね。ということで朝ごはん食べてきたんですけど、最高でした。船のカレーってなんであんな美味しいんでしょうね。とても素晴らしかったです。あとですね、追加でパン、クロワッサン頼んだんですけど、110円だったかな。あれも素晴らしいですよ。あの紙パンに勝るとも劣らないという感じでしょうか。本当にあのクロワッサン焼きたてみたいな感じですね。サクサクでほんのりバターの香りがして、中はふんわりでという感じでした。あれだけ食べてもいいな今度はという感じです。またですね、ちょっと2時間ばかしゆっくりしたいと思います。それでは、はい、お部屋戻ってまいりました。カレーがとても美味しかったです。素晴らしいです、あのカレー。ということでもうちょっとゆっくりします。コーラくん、ただいま。晩ご飯のメニューこんないっぱいあるんですよ。食べたかったな。あんなに揺れてなかったらね、食べれたんでしょうけど、酔い止め飲んどけばよかった。しまった。か、昼ご飯を少なめにしとくかです。ゆっくりします。はい、今9時15分です。ゆっくり航行する形になってます。あとですね、30分もすると港が見えてくるはずなんですけども、どんな具合かというと、まだ沿岸には何も見えてない状態です。あ、もう見えてますね。おー、島が見えてきました。島半島か。ということで、あと15分もしたらもう下船の準備をしようと思います。素晴らしい航海でした。まあ最初の1日はちょっと大変でしたけど、だいたい20時間ぐらいですか、22時間ぐらいいたんかな。朝起きてからが素晴らしいですね。もう晴れ、晴天です。で、外も気持ちよくてですね、やっぱ北海道に比べると本州は暖かい感じがしますよ。ということでちょっとしたら用意します。これ浜遊号の冊子なんですけども、今初めてちょっと落ち着いたんで見てってですね、まあ、エチケット袋、ゲロ袋が入ってまして、で、内容が意外と細かい。で、まあ、クルージングリゾートをキーワードとして作ってますと。まあ、素晴らしい旅をお過ごしいただくためにといろいろ書いてありまして、で、ここからですね、まあ、浜遊の安全航海設備ということで 222.5m、 幅が 25m しかないんですね。細長い感じで、15,400トンで4機積んでて 28.3 ノット出ますよ。これむちゃくちゃ速いですよ。で、乗用車が30台、トラックが154台乗ります。ブリッジで、レーダーとかありまして、機関部の写真が載ってます。で、近接二次推進システムっていうのがありまして、これ逆転させてやってるんですね、これ。っていうのが、近づけないと、キャビテーションとか起こして、なかなか前に進んでいかないんですよ。で、推進効率上げて 28.3 ノットを出してると。キャビテーションっていうのはまた、のけときますね。どういうことか説明しときます。で、スタビライザーがついて、これをつけないと多分、垂直ステムだとこんなことになってしまう。ちょっと横揺れが激しいと。で、本当にバルバスバウじゃないんですね。これすごい写真ですね。ヒュンとなってます。昔の戦艦みたいコンゴとかそんな感じですね。戦艦ヤマト武蔵以前の戦艦は全部こんな感じでしたんで、赤城加賀総流飛龍の空母もそうですし、富装山城伊勢日向の公営艦隊もそうですし、今後の高速戦艦もこんな感じですね。ということで、
細かい通過ポイントなんかあったんだって言っても、今回全然時間が航海で14時間遅れという形になってるみたいです。別に乗った時間も降りた時間も通常通りなんで、乗った時間から差し引くと乗ってる時間はそんなでもないんですけど、トータルで考えるとそんな感じで、垂直尾翼と垂直ステムというと、ラベンダーアザレアも垂直ステムを使ってますよという形ですね。14000トンクラスで4年前に就航してますと。で、最近の三菱造船の流行りとしてはこちらの方が流行っているみたいですね。かなりスピードが出るみたいです。昨日も話した通り小笠原丸とか使ってるみたいなんで、今後これが需要があるのかどうか、ちょっと船マニアとしては見どころですね。スピードはむちゃくちゃ出るんですよね。ただ横幅がちょっと狭くなるんで、ほっそりと、まあある意味かっこいいんですけど、そこんとこどうなんでしょうね。サンフラワーなんか横幅広いんで、なんかすごい広い空間に感じますよね、後部デッキなんか。私は歩いててあれ好きです。ぐるーっと回れますからという感じです。ということで、あと1時間ほどまあのんびりしたいと思います。それでは、今ベランダに出てきたんですけども、ちょっとスピードを緩めてまして、今20ノットぐらいで進んでます。めっちゃ潮の香りがして気持ちいいです。風が、これ夏場なんか最高でしょうね。まあ日が出てると暑いんでしょうけど、これは皆さんに味わってもらいたいな。まあ前半の暴風雨はちょっとやめといた方がいいと思いますけど、日本海は日本海の良さがあります。そしてこの浜遊具を日本海で見ることは多分しばらくはないと思います。太平洋側の航行になりますんで、太平洋も波はすごいですからね。また太平洋で会うことを祈ってます。また乗り行きたいですね。しかしこの部屋は2部屋しかないので取れるかどうか分かりませんけど、ということでもう湾が見えてきてますんで、あと30分ほど楽しんでみます。それでは、これ船橋の真後ろってのも面白いですよね。この船独特だと思います。今のスピードがサンフラワーぐらいのスピードになるでしょうか。これぐらいだと頭出してても全然平気ですね。あれは何だろう、灯台か原発か、なんかチカチカ光ってますけど、あの形は灯台じゃないな、原発の鉄塔のように見えますが、日本海めっちゃ綺麗ですね。湾岸線が、湾岸が、はい、ということで雪原30分前でもう湾内の中に入ってますね。はい、それではちょっと外に出て雪原見届けたいと思います。ここまで来たら揺れはほとんどないです。めっちゃ綺麗。曇りって聞いてたんですけど晴れてますね。よかった、すごい綺麗。どこに雪原するんかな。雪原したらバスが来てくれてるみたいなんで、それに乗って駿河の駅まで向かいます。駿河の駅からはサンダーバードに乗って大阪の方へ戻っていきます。今日はちょっと一日休みをいただいて、明日から仕事です。といっても自宅に帰ってちょっと仕事をしようと思ってますんで、結局同じなんですが、今日の航海本当に良かったです。まあちょっと昨日しんどいとこもあったんですけど、
夕ご飯食べれなかったのだけが心残りで、また次回乗って夕ご飯食べに来ようと思います。次回乗るときは九州東京フェリー、東京九州フェリーですかね。またこちらのスタッフさんにはいろいろとご迷惑をおかけすることになるかと思いますのでよろしくお願いします。あれは見るからに原発っぽいですね。原発の横にあるのか、すごい。こうやって海から見えるのも初めてですね。敦賀港発はだいたい夜なんで、こうやって昼着ってのも珍しいパターンだと思います。昼出港、普通は夜出港夜着ですねという形になってます。お客さんもだいぶ少ないですね。本当は日曜の夜着だったんで本来は結構多かったはずなんですけども、今日に限ってちょっと時間がずれてしまったんで、まあ、残念なことに月曜の昼着になってしまいました。10時半着だそうです。ということで本日はご視聴ありがとうございました。ツイッターの方もやってますんで、もしよろしければフォローの方よろしくお願いします。この動画に関してですね、もしちょっとでも良いと思っていただけましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。大変励みになります。それでは、後部看板は歩けんのかな。だいぶ人の乗れるスペースを省いてますね。居住区が非常に少ない船になります。まあ、ほとんどが物流用って感じなんじゃないでしょうか。サンフラワーなんかは後ろの煙突の後ろまで行けるようになってますんで、3分の1ほど居住スペースが少ない感じです。ただ船体も細長いんでね、スピードも出ます。まあいろいろ考えた結果がこういう形になったんでしょうから、すごいですね造船技術というのは。あそこに見えるのは海上保安庁の船みたいに見えますね。なんだろう、でも巡視船にしてはちょっとちっちゃいんで、新日本海フェリーの船なんかな。押してぐるっと回るのかも分かりませんね。白いんで、白いしちょっとロゴが似てるんでどちらか分かりません。このデッキめちゃくちゃ広くないですか。そうでもないかな、広いですよね。私結構好きです。阪急フェリーの船もデッキ広いんですよ。よく形が似てて同じ人が設計したんだなという感じはありますね。阪急フェリーのがもうちょっとデッキは広い感じがします。居住区ももっと広いです。あそこがもしかしたらターミナルになるのか。あの建物がこういうとこから乗ったんだっけな、ちょっと覚えてないですけど、敦賀出港の分には乗ったことあるんですよ。ただ夜だったんで、夜だし新日本海フェリーの船って後部甲板がすごく狭いんですね。だから横の状況って全然分かんなかったんですよね。なのでこの船すごく分かりやすいです。航行中に横に後部甲板出れたらよかったんですけど、ほとんど出れなかったんで、また機会を見て乗りに行きたいと思います。ああ、やっぱ巡視船っぽいな。ぐるっと一緒に回ってますね。なんだろう、敦賀湾って昼間見るとこんなに綺麗なんですね。すごい、リアス式海岸ですね。雪原は右舷の方に雪原するんですね。ここは何だろう、光トリルタムのトップライト、トップライトなんかあるとこあったかな。へえ、上からなんか見えるな。
結構この船居住区が船首側にあるので、このトップライトは船尾の方になりますんで、もしかしたら人の行けない空間にあるのかも分かりませんね。なんか不思議な感じがしますけど、この船ほんと全長長いな。後ろが後部甲板の先がここにあって、ちょっと動画じゃ分かりにくいですかね、映像じゃ分かりにくいでしょうけど、ほんと長いですよこの船。この船が今年の7月から横須賀に向けて九州と横須賀をつなぐ船になるんで、横須賀のどの辺に着くんでしょうね。ちょっとそれも面白そうですけど、横須賀といえば米軍基地があったりとかありますけど、よくですね、あの空母とか止まってると、それもちょっとどういう状況になってるのか面白そうですけどね。場所は結構いろいろいっぱいあるんですかね、ここら辺港は。テザーロープが飛ばされましたね。あれを引っ張り上げてつなげます。船尾の方が先に接舷しますね。はい、ということでお部屋の方へ戻って対戦の準備をします。ということで下船の案内がありましたんで、本日は、コーラくんとフルイちゃんありがとうございました。ということで一緒に下船します。一緒に下船しますよ。はい、丸一日ですがありがとうございました。ということで下船します。ありがとうございます。お気をつけください。